はい、皆さんこんばんは。クゾクです。我々今遺産パートに入りました。ストーリーの中盤、あの物語の山場、主人公のラックが田舎に帰ってくるというシーンを撮りに、ノンカイに、入りました。ラオスとの国境の町です。メコン川を挟んで後ろはすぐラオスというところまでたどり着きました。今まではバンコクパートをずっと撮り続けてきまして、前半3分の1を終えたって感じですか。そうです。夜のバンコクをずっと撮って、まあ足も怪我しましたけど、回復しつつあります。そして、川瀬陽太さんが一緒に、はい、バンコクパートを中盤ぐらいから、入っていただきまして、頑張ってます。はい、もう素晴らしいというか、もうなある種言えないことだらけだなと、はい、もうこれ映画で見てもらうしかないだろう、はい、ね、ええ、この T シャツ、ね、そう、はい、そしてこの2人が着ている T シャツがこの伊三地方に深く関わっているあのタイのね、はい、紹介して、詩人です、はい、アッサニポンラチャンチットプーミサクと、2人とも伊三出身の詩人で、この物語の非常に大きな、まあ一つの、キーワードになるということで、我々本日は、レディオジャングル、このイサーンの森、これもまた、バンコクナイツの重要なキーワードになりますので、皆さんもしよかったら先行一線流をお読みいただければ、その辺のこともだいぶいろいろ触れておりますので、そうですね、ぜひ、お読みいただければと。そして、引き続き、我々このまま、またバンコクに戻りまして、残り3分の1を取り、そして、バンビエン、ラオスに、最後本当にラオスに入っていくと。今回は一旦ラオスには入らずにバンコクに戻るという日程になっております。ぜひ皆さん、広報支援の方引き続きよろしくお願いします。あ、そして今までこれまでにすで、に、入れていただいた方、本当に、ありがとうございます。ありがとうございます。